はい、こんにちは。栃木県の農場です、唐辛子のね、片付け終わりましたので、その後へね、またもみ殻を散布したいと思います。よいしょ。今日もね、天気が良くてね、結構汗ばみますね。まあ、休みながらゆっくりやってます。まあ、毎回言うようにね、あまり頑張っちゃうと汗かいちゃうんですよ。そうするとその後、体が冷えちゃいますんでね、まあ、あまり汗かかないように、まあ、ちょっとね冷やしながらやってると、そういった感じですね。よいしょと。はい、じゃあ袋に詰める作業からやっていきます。これは長いな。あまり長いつる入っちゃうとね、ロータリーに絡みついちゃいますので、長いつるは除去します。このね、もみ殻の下に実はさつまいもが植わってるんですよ。ですから、まあ一応棒は刺さってるんでね、つるなくなってもわかるんですが、このもみ殻の撤去終わった後、さつまいも掘りもあるんでね、はい、で、このもみの中ってあったかいんでね、結構さつまいものつるが育ってます。笑っちゃうよね。よいしょ。とはいうもののね、もう11月中旬なんで、この葉っぱが大きくなって芋がたくさん取れるってことはないんですけどね。まあ、ちょっと寒くなったのを勘違いして、一生懸命子孫を増やそうとしてるっていう感じかな。よいしょ。はい、あ、こんにちは。さつまいも食べるか？ほ、うん、来な、おいで。近所のおちびさんが来たんで、ちょっと中断です。はい、と隣のね、おちびさんがちょっと来たんでね、さつまいも一株掘って持たせてあげました。まあね、うちの姉のとこもね、チビいるんですけど、コロナでね、まあ、あまり行ったり来たりしない方がいいだろうということで、ここ2年ぐらいね、顔見てないんだけど、だいぶ大きくなったんじゃないかなと。うん、一番下の女の子が、小学校、違うか、年少か、ね、年少かなんかでね、はい、うん、バレエをやってるって言ってましたからね。幼稚園生のバレエってどういいんだろうと思ってね。ちょっと見たいなって気もあるんですが、なかなかね、まあコロナ渦で、まあ、発表会なんかやってるんでしょうけどね、なかなか身にまでは行ってあげられないという感じでね。まあ、今来た女の子は小学校1、2年生かな、うん、ぐらいの女の子なんですけどね、ちょっとだからこっちの女の子のお姉ちゃんなんかな。よいしょ。よっこいしょ、うん、まあ、うちの姉のとこはね、上がお兄ちゃん2人なんでね、一番下が女の子なんで、もう秋篠宮家のお嬢様以上にお嬢様なんでね、結構大変みたいです。笑っちゃうよね。やっぱりさ、まあでも本当にね、手間かかるのは子供の小さいうちほんの一瞬なんでね、うん、まあ、あら大変よなんて言ってるうちにもうだんだんね、もう手がかかんなくなっちゃうんで、今が一番
まあ、大変だけど楽しい時期なんじゃないかな。もう小学校高学年になっちゃうとね、親と遊ばないからね。もうじいじとばあば2人で行ってきたら、お小遣いだけ置いててくれればいいよって言われちゃうからね。11月末になんか帰省するって言ってたかな、姉んとこもね。まあ今回はまあコロナがちょっとね落ち着いてるんで、久しぶりに帰省するという話をしてました。でうちもね恒例の餅つきがあるんで、多分12月の29日かな、まだうちの母がいつ来るってはっきりした日にち言ってないんですけど、12月末、30日よりは前になると思うんだけどね、27、8日の頃じゃないかなと思うんだけどね、もっと前になるのかな。あ、姉の孫がね、苦しいとダブらないようにね、まあ、もし今日やる予定ではいるんですけどね。まあ、この間ね、姉が来た時も、材料は一応でもあるから、しっかり持ちついて持ってったら、なんて話はしたんですけどね。まあ、今はね、昔みたいに手でペタコペタコやんないんでね。もち米さえ水に冷やしてあれば、あとは機械がやってくれるんで、昔ほどはね、重労働じゃないんでね。ただ子供が いるとね、楽しいっちゃ楽しいよね。チビが いるとね、いろいろからかいながら。よいしょ。まあそんなのを。まあ、たけし農場でもね、年末25日過ぎになると思うんだけどね、カレンダーよく見てないんですけど、にはやる予定になっております。今年はいつ頃から休みなんだろうね、巷ではね。もう会社行かなくなっちゃったんでね、もうあまり1日とか曜日って関係ないんでね。まあそういう生活もいいのかなと、思ってます。よいしょ。よいしょ。はい、袋詰め終わりましたんでね、一回止めます。はい、じゃあこれからね、畑の方にもみ殻を散布したいと思います。はい、ちょっとカメラ移動しまーす。よいしょ。よいしょ、ここら辺でいいかな。よいしょ。よいしょ。
途中まで終わりましたけどね、今日もね、多分この面積全部終わすのはちょっと無理なんで、明日にいくらか入っちゃうかなと思うんですけどね、まあ、この後トラクターのね通り道ができましたので、ここは一回ねトラクターで深くすき込みたいと思いますということでね、はい、あとは同じ繰り返しなんでね、動画の方は一回止めます。はい、3時になりました。結構ね今日は広い範囲で任さったかな、この辺とね、はい、奥がもみ殻置いとく山ですね、はい、あとこの辺巻いて、あとそうですね3割ぐらい、3分の2終わったんでね、あと3分の1やれば終わりなんで、今日はちょっと早いんですけどね、疲れたんで、終わりにします。で、まあ明日もまだできますしね、日曜、明日か、明日が天気悪いのかな、まあ、その他ずっとまた天気いいんでね、ちょっと今日は早いんですが、ここで一回やめて、また次の日の作業にします。以上です。